さんこんにちは。元美容部員、海外コスメが大好きなまいです。今日はですね、朝のむくみをリセットする簡単3分マッサージをご紹介したいと思います。私ね、結構昔はこの辺がすんごいぷっくりしてて、ちょっとひょうたん型みたいな顔してたんだけど、毎日ですね、このマッサージを繰り返したら結構だいぶ顔周りがスッキリしたので、今日はね、一緒に皆さんとやっていきたいと思います。では動画スタート。ではまずすっぴんからいきます。まずはですね、第一関節を使って頭皮がくっついている感覚があるものを剥がすように小刻みに動かしていきましょう。前の方からね、後ろの方にかけて徐々に動かしていきます。はい、で後ろの方はですね、第二関節ぐらいまで使ってこう横にスライドさせるような感覚でほぐしてあげてください。このあたり痛い方はね、結構ストレスとか溜まっている方が多いです。次に顔を横に向けた時に首に出てくる張りの部分、この胸鎖乳突筋っていうところをほぐしていきます。このあたり繊細なので、あんまりゴリゴリ触らずにほぐしてあげてください。そしたら僧帽筋ですね、肩こりを治すように後ろから前に少しほぐしていきます。この胸鎖乳突筋、上から下にだいたい5回ぐらい、僧帽筋もだいたい5回ぐらい後ろから前にね、ほぐしていきます。なるべく顔はあまり触らずに、肩や頭皮のケアをなるべく多くしてあげる方がいいかと思います。では顔に移っていきます。なるべく滑るようにオイルなどをまずは顔に塗っていきましょう。全体に塗ってあげます。そしたらフェイスラインいきましょう。この第二関節をのところにしっかりオイルをつけて、フェイスラインをなぞるようにね、こうスライドさせていきます。10回ぐらいスライドさせたら、最後はこの鎖骨の方まで流すっていうのを繰り返してきてください。このあたりがね、ぼやけると顔のこの写真撮った時とかね、ホワーンとするので、フェイスラインしっかりほぐしてあげます。今度は第二関節まで使って頬の肉をほぐしていきます。このあたりはね、ちょっと奥の深部まで、筋肉まで働きかけるように、少しグリグリとコリをほぐすような感覚でマッサージします。ではチョキを作ってあげたら、耳を挟みます。そしたらこう縦にスライドさせるようにしてほぐしましょう。耳周りはね、たくさんツボがあるので、このあたりは時間がないとき、耳周りするだけでもかなり効果的です。で次、鼻のむくみいきます。この親指の硬い部分を鼻の筋に当ててぐーっと押さえ込んでいきます。これを10秒間行っていきましょう。結構ね、鼻のむくみを取るだけでもかなり顔の印象って変わりますので、しっかり朝のうちに鼻のむくみは取ってあげたいと思います。そしたら反対側もグーって押すようにして圧力をかけてあげてください。これも10秒間行っていきます。そしたら親指の部分をこの目のくぼみのところに当ててグーッと押します。ポイントはちょっと上に押しながら、押し上げるっていう感じで押してあげてください。次、目元いきます。目元はですね、あまりまぶたを触らずに眉毛を少しつまむような感じでほぐしてあげます。このあたりね、ストレスとか目たくさん使っている方は凝りやすいです。次に V の字を作って、この目頭と目尻を挟みます。そしたら目にぐーっと力を入れて離す。これを3秒間いきます。ぐーっと力入れて3秒経ったらパッと離します。これね、本当に目元のむくみに効くので、これぜひやっていただきたいと思います。だいたいね、4、5回やっていただくとかなり目元すっきりします。最後はね、顔のリンパ流していきたいと思います。軽く触る程度でいいので、フェイスラインからこう目元にかけてぐーっとこう耳元まで流してあげたら、最後は鎖骨まで流すっていうのを3回やってあげてください。はい、ではこれでおしまいです。こんな感じで、皆さんもよかったら朝簡単に3分でできますので、やってみてください。それで3分やる時間がなくても、パーツ部分でね、目元だけとか、ちょっと頭皮やるだけでも随分変わりますので、よかったらこうちょっとメイク前にね、取り入れてみてはいかがでしょうか。もしこのチャンネルが良かったら、チャンネル登録、グッドボタンお待ちしております。ではまたお会いしましょう。またねー。